ようございます。今日は2月の27の朝の保護猫です。ね、こんな感じのでスタート。やっぱ近づけたら怒っとんね。あ、名前呼んでいいかな、わからないね。これは誰、またまたあれ、ヘイちゃんかな。これヘイちゃんで、ヒラリンちゃんで、ね、セイちゃんね。で、トラキチにチュールちゃんに、これでカズちゃんに、ブルーちゃんに、ブルーちゃん寝てんね、ロシアンちゃんに。今日これかわいそうやったぞ、ロシアンちゃん。あの、まあこの子が先寝てたんか知らんけど、端っこでもう追いやられてものすごい寝にくいそうにして、ロシアンちゃん場所ドーン取ってるから、あれはちょっと笑いました、ほんまに。でママね、なんかワカメちゃんよりママがええ言うてる。まだコメントちらっと見ただけで返してないけど、うん、ママにしときましょうかね。それでこれがシャーコちゃんに、ポコちゃんに、でこれがあれ、でサブコロにマイルだよね。サブコロがなかなか覚えにくいっすね。サブコロにマイル、左がサブコロ、これでマイルちゃん ね、マイルの仲間やね。でシャーク、はい、これでシャーク近づけた方がいいかな。シャーク見てるだけ、来たね。シャーク、おい、逃げたら今日ね、こいつ。シャークにマロンちゃん、なかなか覚えられんね。マロンちゃんに、おいでショウコちゃんに、おいでランちゃんに、サビちゃんね。おいで今日、それであれ、トイレ検査、これオール20、オール20やねんけど、細かくチェックしたらママアウト。なんでや言うたらね、これあの毛布2枚、上と下に引いたぞ。もう見て分かると思うけど、狭い言うてはった人の前におったから、入れ物取ったんですよ。入れ物取って、下にシートと、なんだ、毛布と、なんか引き物、タオル、引いてた、そこにしょんべんしててね、うんこはこっちにしてんやけどね、ちょっと、いや、またしょんべん、あれ、金はぜか、ちょっと抗生物質飲ませた方がいいかな、チュールちゃん。ね、そういうことで、ね、あ、これ7番消えてますね。これ、当たるんですよね、ここ、ガッてやったとき。これもね、磁石式のなんかに、ね、マグネットにしよう思ってね、ペタッて貼るやつ。これ貼れるかわからんけど、ちょっと変えよう思ってね、うん。それでこちら。あ、今、おばあちゃん飯食っとったね。あいつ、コソ泥みたいになっちゃうね、ほんまに。で、ここにね、ゲージ、ママの作ったゲージ、リサイクル。サンちゃん、ここ。ねえ、気に入っとんね。ねえ。ロクちゃんの名前が、あ、それで、何やったかな。覚えてかな。そう、ニックにマリ。すぐ忘れた。これニックね。なかなか覚えられんすわ。ニックちゃん。ほんで、イッちゃんね。これはもうわかるけど、イッちゃんに。マリンちゃんやね、これ。マリンちゃん。で、ね、チャトラック。これ、頭いろん。で、ね、ヨンちゃん。まあ、ヨンちゃん、ロクちゃんの方が覚えやすいって言うてはった、くれた人思ったけどね。うん、それはそれで、ええと思いますよ。一番6番、6番目から11番目まで一応、あ、ゲーストンね。6番目から11番目まで一応、つけてるからね。あ、めちゃくちゃ。番号がついてるから、その後捕獲の順がわからんようになってるからね。1番、2番でもいい。僕はわかりやすいから。まあ、その呼び方は2通り、どちらでも。ね、はい。誰かそれで、名前もついてましたよ、言うてはって思ったけど。まあ、それはちょっと検討して、うん。使うか使わんか。ね、はい。
しい。おじいちゃん。はい。はいはい。鬼太郎ちゃん。お前と6番のべったり。ニック。ニックもかい。髪の毛かもなで。ニック。ニックはね、これ甘えたなんですよ。もともとこれね、慣れとんですよ、これ。この子は一番慣れてると思う、野良猫で。ここで来る、北の野良猫では。ね、ニック。あ、おに入っとんね。チョビちゃん。チョビちゃん、はじめ追いやられてたから、あれかな思ったら。いじめられてから思ったら、ちゃんと覚えとんね。あと、心配のは、喧嘩した感じの毛が落ちとったからね。茶色の毛と誰かが喧嘩してるかもからんね。ちょっとだけね。まあそんなひどい喧嘩やないと思うけど。あと誰がたらかな。アメショウちゃんともね。この子、ね、この子入っとるもんね。この子ここでね、固定して入ってくるからね、覚えて。この子がぬくいからね、端っこに。ニッコやらまえんやんけど。ニッコ、ニッコちょっと見せたってか。ニッコ、ニッコ、ニッコ。よしよし、ニッコおいで。ニッコちょっと顔見たいね。みんな。はい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 。はい、よし、お前らはいつも通りな。よし。ニッコ、よっしゃ、ニッコ、はい。ニッコ。はい、ニッコ。ね、こんな感じ。ニッコ、はい。よしよしよし。はい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 。ね、スジちゃんも。ね、ちゃんとスジちゃん。それでね、昨日、ちょっとね、僕、ね、サブチャンネル作ったって言ってましたやん。それで、ある人が、その、ね、孫の写真で、よく笑う子ですね、ってくれたんですよ。あれと思ってね、僕あのチャンネルね、もともと、その自分の家用で作っててんけど、その、あれですわ、非公開にしとったはずなんですよ。限定公開か。家族だけで見れるようにしとったはずやのに、公開なんて思うててね。そこにはね、あれびっくり、うちの親父のこの前の、お通夜の時に撮った、その、まあ、親父の死んだ顔まで映ってんの、あれ、公開なっとってね、ちょっとあれ見張った人引いてんちゃうかな、思ってね。うん、あれはほんまに、思い出として僕、ちょっともう、置いとこうかな、思って、撮ったやつ、公開なって思っててね。多分見張った人、ドン引きちゃうかな、ほんでね、ほんまに。僕やったらあれ見たら、ちょっと、こいつなんやねん、みたいな、思いますわ。まあ、だけど、ね、孫の写真で、コメントくれはがねんかったら、僕、多分わからんかったっすわ。あれ、ずっと公開してたもんかわからんから、よかったっすわ。ありがとうございます、ほんまに。助かりましたわ。まあ、一応、孫のも、非公開にしとこう思ってね。うん、あれは猫の、あれで作ったから、またあれはあれで、別アカウントに移動するか、あのまま非公開にするか。ねえ、なんか、ね、携帯変えるときに、ね、そのなんか二段階認証の、アカウントは新しいので作って、まあ関係ないんやけどね、アカウントと新しい携帯。一応、二段階認証のなんかメールで来るのも、あれ多分、設定解除できたんやけど、一応解除して、その携帯、もう一個の携帯ブチブチ言うてるから、これ今日のは言うてないよ、もう、ブチブチ。ね、だから、この携帯、ねえ、今撮ってんやけど、昨日のは、新しい携帯です。ブチ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 言うてる。だから、できた今週なり、その、ピタイピタイ。今週なり、その、ね、日曜でも、携帯屋行ってこうかなと思ったりね。その時でね、別アカウント、携帯入られんようになったらあかんからね、こっちのね、我が輩はポンある、入られんようになったらあかんから、サブチャンネル作ってるんで、登録一応しといてください。あっちは家猫専用でね、出してる。誰か言うてくれてはった人おる方ね、おったけどね、ありがとうございます。うん、登録お願いします。うん、あっちはあっちでほんま家猫出していきますんでね。うん、僕の喋らへんのね。まぁ、あ、こんな感じかな、今日は。いうことを言うたら、他は、なんかいろいろ言うね、言うてくれてはんねんけど、物覚えがね、悪いから。ね、餌食ってんか。あ、そう、餌でも僕、また話するけどね、安物の餌と。うん。ね、餌でも僕、今しとったかな。
取った方がいいかな。高い餌でも、その、高いからっていうのもわかるんやけど、安い餌なんかね、社長がね、結構小さい会社ながら、ね、不正なことはできへん言うてやってはる人おると思うんですよ。その中で大きい餌ってね、僕らも大きい会社の無駄っていうのをやっぱりよう知ってるからね、僕の前の行ってた会社でもその、ね、お菓子メーカーだけど、その、まあ、お菓子作るのに、ね、その、工場で働いてるぐらい、100床の人多いんかな。だから、その、田植えの時期になったら、その人が足らんから前もって製造年賀表を打ち替えたりって、まあ、平成の初めの方の話やけどね、そんな偽装があったからね。だから大きい会社ほど、やっぱりその、ね、いや、まあ、そんなことないと思うんやけどね、大きい会社ほど、やっぱり社長で把握できへんようないろんな分野で、ね、その、事業されてる会社多い中で、社長が管理できへん会社が多いと思うんですよ。そういう会社ってね、やっぱり中間管理職なりね、いろんなそういう人間が、ね、売り上げ上げろ上げろ言うて、ね、切羽詰まってきて、いろんなことする思うんですよ。だから材料でもええの使ってるって言うてるけど、案外わからんからね、こんなもん。内部告発とかなかったら絶対バレへんようなこと多いからね。だから僕は、あまり、ええもんっていうのはそんな好きじゃないんですよ。無駄が多いから、大きい会社ほど無駄にそういうことがあって、やっぱり中間、今売れへん時期、物が売れへんね、デフレや言うてる中で、物売れへんのに、ね、そういうので、やっぱりその中間管理職は追いやられて、ね、売れ売れとか、ね、その下に、ね、パワハラなり、そういう問題はやっぱりあると思うんですよ。その中でやっぱりそういう問題で絶対あるからね。だから逆に言うたらそういうね、あの安い餌って結構売れるでしょ。店頭見に行ってもわかると思うけど。まあ僕一番満腹なんか今まで17年生きている猫にそういう感じの餌しか僕やってへんからね。それでも17年間生きとるからね。もう病気もなく、一個も病気なかったからね、あの猫。他の猫ももう10年とか生きてて、そんなええ餌やってなかったんですよ。けど、持つんですよね。まあ落ち子多分、たまに出えへん言う子はストレスで猫増やして言うのはおったけどね、餌自体でそういうのはなったことないからね。まあ、そういうなって、ストレスになって、まあまあそういう餌やったらええとは思うけど、案外ほんまにみんな言うはるように、そんなに、ああいう僕、ね、この一社長でね、ちっちゃい会社や思うんですよ。そういう会社って。そういうところが、まあ、あれかな、もう。しっかりしてる会社の多いじゃんかな、もう。それをやって、ね、偽装なんで、ほんまに売れへんかって、切羽詰まった時にやってもうたら、もう、その会社はパーやからね。もうだから社長は、そういうところと、やっぱり、きちっと見てはるとこも多いと思うんですけどね。僕の考えですよ、もう、あくまでも。まあ、だけど、まあ、悪い奴やじゃないとは僕のは思いたいね、ほんまに。ええとこほど、やっぱりそういう、多いからね。それだけちょっと僕の思ったことをちょっと言うとこかな思ってね、だからちょっと混ぜたりもしてるんですよ。まあまあ実績あるからね、こういう安い餌でも、前のエイミーとかいうやつはダメですね。あれは吐いてましたかね。着色料も多い餌やったと思うけど、だけど満腹とかね、キャネットとかあの辺なんかうちの猫よく食うけどね、毛並みもそんな悪ないしね、まあ人間でも一緒は思いますよ。ね、日本人はええもん食ったり、その水でも、水なんかよそ行ったらよう分かるとね、言うやるように、ね、日本人はよそ行ったら下痢するけど、そこの現地の人間なんかでもね、案外強い、それに慣れてる人おるからね、やっぱりええもんええもん言うて、体にええもんばっかりって言うて食べてたら、結局、人間弱なってんちゃうかな思うんやけどね、僕は。だから貧乏の子は強いんだろうからね。僕らの強いですからね、ほんまに。まあそんなしょうもない感じで、まあいろいろ言い張る人おると思うけど、まあ僕のな今までの経験で、思ったこと、感じたことを言うてるだけで、人それぞれちゃうからね、それだけご理解、お願いします。以上です。そういうことです。はい。